2泊3日寝たら即帰宅の旅よっしゃー終わったでございますアウトです。牛がおるでごわす。おお、てるきょおおお、てるきょおおおおはい、こんなうわぁうわぁ、びっくりしたうわぁお茶漬けみたいになったんだというわけでね、ここは永田牧場という場所です。この距離感結構すごくない？うん、結構ないでなんでこんな犬みたいになるね。かわいいな。どこまで、わあ、なんでさ、そうやってダメだって、仲直しないと。いや、絶対嫌われてない俺。ごめんな、ごめんな。ゴアパカ、ゴアパカ、ゴアパカじゃないだろうよ。ゴア、ゴア、わあ、ちょっと、本当に怒ってる。アルパカほど怒らん動物いないと思ってたのに。ねえ、優しそうなの。絶対温厚じゃん、こいつ。虫なら気づかれないかもしれない。ちっちゃいからね。一回行ってみるでゴア。触るなって。わあ、怖い。お前マジで俺こう怖いでごわす。許してあげて許してあげて。ほら怖いでごわす。ちょっとガッちゃん近づいてみて。いいですか。寄りの絵だけ撮っといてさ、こうやって撫でながら撫でてあげて。やっぱ怒ってんな。やば。もうこれリアルガッちゃん何も繋がってなくない？あれ？え？あれこれ？え？野生？野生？野生じゃないこれ？これ牧場ぶってるよね。かわいいでごわすな。しかもでかくない？おいな、やめろ。マジででけえな。え、ほんとでかいの？ごわし。でっか。ジャン負け頭立ててる。ジャン負け中だ。今日結構待ってますね、中。あ、確かに今やってほしかったよ。最初はグー、じゃんけんぽい。危ねえ。最初はグー、じゃんけんぽい。一番苦手。いや、虫たちってなかなかできる結果にないからね。おおーい、ほら、すごい。ダメだったじゃん。ほら、ちゃんとして、ちゃんと。お、いいよ。おおー、いい経験。何その顔は。何驚いてんの。ちょっと濡れとったでごめん。鼻水。俺もって。俺も俺もって。欲しがってますね。めっちゃ濡れとったでごわす。さっきのは可愛かったけど、これはとてもお世辞にも可愛いとは言えないでごわす。うんちつきすぎじゃない？すげえ親近感わかるんだけど、すごいうんちついてる。親近感つきすぎ。親近感はついてねえよ。ごわしだからさ。おお、すごい。それは食べないでいいです。なる。ちょっと気をされたね、こいつはもういいよ。嫌だな、なんかこれは僕たちのこと。うわぁ、びアイスに詳しいガッチャンの言い分によると、このアイスは珍しいらしいです。あの、牧場なんで、取れたての牛乳使ってるんですよ。結構ミルキーですね、味わいが。甘みのある感じの。うわ、いいね。ちょっと買いましょうか。はい。あ、すいません、ここだけの牛乳もください。いかがですか。あ、僕もください。やばそうですね、甘さがすごい凝縮されてますよ。じゃあ、いただくでごわす。うまー。うまあ、うまー。甘みとクリーミーがすごいですよ。なんかソフトクリーム自体がちょっと硬くない？うん、うまい。しっかりしてる感じがあるね。うまいぞ。とし芝居あとで食いに来な、これ。こっちは逆にいつもの無駄な甘みがない。めちゃめちゃすっきりしてる。でも僕はあんまり牛乳が得意ではないで。あ、でもあの市販の牛乳では違う。うまい。気をつけて。危ないよ。え、危ないよ。君たち危ないよ。うんちでごわす？違う違う、終わったでごわす？違う、ここに置いてかれたら帰ると面倒だよ。危ないよだよ。うんちでごわすじゃないよ。これですよ、野外騎乗。すごいぞ、これは。馬に乗るんですけど、おじさんが引っ張ってくれるわけではなく、自分でこうやって運転するんですよね。はいはいはい。70分間一人で馬を動かしますので、本人の強い意志が必要です。こんなアドバイスある？てか普通に野外騎乗位70分コースが非常に長い。騎乗位じゃねえよ。早速乗りに行きますか。いや、しかしはい、予約2人しか取れなかったわけで、まずすぎるでごわす。これまずいでごわすよ。さすがにやりたいよ、これは。全員やりたいよね、さすがに。実はやりたくないんだな、僕は。嘘でしょ。そして俺はあの、でかい動物が結構怖いでごわすから。おお、乗れた。やった。やった、乗れた。イエーイ。絶対じゃんけんだと思ったよ、俺。乗り行きますか。はい、レッツラゴー。え、なになになに
あの先まで徹夜できると俺は思ってるでごわす。よくさ、RPG とかでもあの先っぽに絶対アイテムあるから。あそこにあんだったら大体この辺まで行って A ボタン B と押したら拾える判定になる。先っぽまで行かないと取れない。もうしなっとね、ここでこの段階で危ないって。うわっうわやったなお前、ついに本当にこうなっちゃったじゃねえか本物じゃねえかこれ。ていうかそもそもそのさ、まず草履に行けるでごわす。折れるでしょ。いやそこじゃねえよ今なんで急に沼の心配し始めたの今もうちょっと後だろそれは。なんでお前落ちたんだ。沼の怖いからな、こういうこと言い出すから。もう慣れたよ、もう8年間こういうことされてる。8年前だったら俺と今でも走って向こうに逃げてるもんね。はい、カメラあるだけ幸せだろ。緑のところまで行ってこうチャプチャプって洗ってもらえばいいと思う。 あそこまでビョーンって乗って。バカね、今更そんなことで俺がミスるとでも思うか。怖い。ただの着水じゃんか。早く遊んでないと行くよですよ。なんかここらしいんすけど、すげえ馬と同じフィールドにおる。この牧場めっちゃ楽しくない？なんか、ね、フリーダムすぎる。そう、それわーすごい。あ、やばいやばいやばい。大丈夫これ。おーおーおーおお。ちょっと怖いな。ちょっと怖いなこれ。こいつがちょっと怒ったら殺される。遠すぎだろ。遠すぎだろうが。危ないよ。そんな引いてることある？無茶したかんでごわす。乗馬待ちなのにもう寝そうだよこの2人。気持ちよすぎるもん、ここね。めっちゃ涼しい。まずいよ、これ帰ってきて2人いなかったらやばいって。もう立ってな、メスさん。もう嫌だ。メスさん、立って。いや、嫌だ。ねえ、まだ、分かった。動きを、無理無理無理。立って。立つのは嫌、疲れるから。じゃあ、行ってくるからね。こいつの名前、プリウスにしました。テンピース。あー、ずるい。ずるいぞ。めっちゃスピード上がる。なんか、ツバ抜けてリョウさんだけ早いですよ。もう行ってくるでごわす。行ってくるでごわす。いらっしゃい。ここから50分結構ですね。やっぱ怖いでごわす。ちょっとちっちゃめなんですけどね。ちっちゃめでも怖いでごわすな。いやー楽しかったです。楽しかった。疲れたけど超楽しかったです。超良かったよ。大丈夫ですか奴らは。ちょっと危ないとこありましたね。僕がトイレ行ってる隙とか結構狙ってましたね。疲れ。すごい。いやー朝こっちは買って帰ろう。帰ろう。死ぬ。マジで本当に死ぬ。僕今車から降りるときに今までの人生で一番でかい立ちくらみしたんですよ。こうやってよっこいせっててこれくらい立ちくらみした。もう今上りチケット2枚あるんですけど1枚使わせてください。すぐ用事があるので長く休憩休めないんですけど20分だけ休ませてください。本当に死ぬ。まあ急ぎじゃないんで全然いいですよ。お願いします。お前ら喋んなよ。うるさくしたら寝れねえからな。ふざけんな。こいつやつだな。これだ。こうやって持ってないとここカチって切られちゃうからな。おやすみ。回復。なんと28分だけどもう起きてます。ちょっと怖いからね。いや20分でも寝るとだいぶ違いますね。イーゴに引っ張ってますわ。パシフィクリームでごわす。パシフィクリームだ哲也くん。火が出てるもん、火が。バイバーイ。